演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、551方内のお惣菜、中間惣菜をいっぱい食べたいと思います。これが肉団子甘酢あんで、こちらが豚まんです。この2つは動画の外で1回食べたことがあるんですが、動画で紹介したことがないので改めて食べてみたいなで、餃子で肉シューマイ、エビシューマイ、エビシューマイのは小ぶりなんですね。その代わり量が多い。そしてちまき3種類、いずれも美味しそうですね。以前のアイス551は以前アイスキャンディーを紹介したことがあるんですけど、アイスキャンディー以外洋食に食べた記憶がほとんどないんですよね。まあ、前述したこの2つのなので楽しみです。ではこの肉団子甘酢あんからいただきます。あー大きいですね、肉団子。ではいただきます。この甘酢あん本当にすごい。次は酢豚とかで食べてみたい。そして後に来るシューマイや餃子もしっかり旨味がある。肉団子甘酢あんはその名の通り、甘酢あんの程よい甘酸っぱさが肉団子によく絡んでいて、濃度のあるタレが肉に、お肉の中とともに口の中に広がって、旨味もしっかりあってとっても美味しかったです。これも酢豚で食べたらもっと美味しいんだろうなって思ったりもしました。で、続きましてこちらのシューマイは、大きさに似合っただけの旨味が口に入る瞬間にシュワッと広がっていて、とっても美味しかったです。さっきの甘酢あん絡めてみましたけど、あの甘酢あん何にでも合いそうな気がします。本当に美味しかったです。で、こちらの餃子、餃子は割とシンプルでもっちりとした食材に、皮に具材のうまさがよく浸透していましたが、これでもちょっと特徴が弱いかなという気がしましたね。でもタレの方は刺激があって、このように食欲をさせてくれてとっても美味しかったです。なのでタレで進んでいるような感じになっちゃいましたね。で、エビシューマイは肉シューマイより小ぶりな分、エビの旨味が一つ一つにプリプリ広がってきて、それらを噛んだ瞬間に感じることができてとっても美味しかったです。こちらの方が数も多い分、分け合えたりするのもいいかもしれませんね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、どうもすみません、ちょっと寄るところあったんですけど、で用事があって、その途中のお昼ご飯として食べたんですけど、なかなその時間、思ったより食べるの時間があって、その時間が来てしまいまして、ちょっと中断してしまいました。というわけで今から残っているこのちまきと、ちまきと豚まん食べていただきたいと思います。ほんと時間考えて撮影しろよって話ですね。ではこちらのこれ紙じゃないな、剥がしみて豚まん、重量ありますよ。おー、コンビニとかのと比べるとはるかに具が多いですね。で、密かにディスる。では、いただきます。豚まんはさすが看板メニュー。この美味しさはコンビニではなかなか。あとのちまきも美味しいですね。551の看板メニューといえる豚まんは、噛んだ後に肉汁の旨みがふわっとくるだけじゃなく、外側の生地もほんのり甘めでもっつりした食感が味わえてとっても美味しかったです。さすが看板というだけのことはありますね。そして3種類のちまき、最初に食べたのは多分きのこのちまきだと思うんですよね。あっさりとした味の中にもしっかり旨みが溶け込んでいて、もちっとしたもち米にそれがよく染み込んでいて、噛んだ瞬間にそれが広がって美味しかったです。2つ目の栗と鶏の肉のちまきも、鶏肉の旨味が染み込んでいて、栗もそこまでどぎつい甘さではなくて、ほんのり甘くてちょっとしたアクセントになっていて美味しかったです。やっぱり栗幅があるのはいいですね。そして最後のエビの海鮮ちまきは、エビ噛んだ瞬間にエビの旨味がふわっと広がってきましたね。エビシューマイとはまた違ったプリプリ感があって美味しかったです。 いずれももち米も美味しかったですね。というわけで551の惣菜をいろいろ食べてみました。やっぱり1位は豚まんで、こちらのペースとさせていただきます。あれはちょっとコンビニとかとはレベルが違いましたね。その次はエビシューマイで、こちらのペースとさせていただきます。エビのあのプリプリとした音、味が良かったです。口の中でそれが優しくふわっと広がってくるんですよね、噛んだ瞬間に。
冷凍食品とかだとはやっぱり違いましたね。そして同じく同率でこちらは肉団子の甘酢あん、あの甘酢あんどうかほんといろんなものに絡めたくなりました。肉団子もボリュームあって美味しかったです。はい、というわけで少々トラブルを起こしましたが無事に食べきることができて本当に良かったです。で、なんでよ、何が良かったら自分で買っといて無事に食べられて本当に良かったです。食べられての方がいいです。ではカツを見るガラスの先の未来親、その奥に何が見えるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。